んばんは、石田優奈です。こんばんは、清水奈です。こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast ほか各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、9月、もう中旬ですが、今日は246回ということで。はい、今回はね、ちょっとホラーでした。ホラー？ホラー？はい、今回はですね、この本、講談社現代新書の片田珠美さんという、これ精神科医の人なんだよね。うん、その人が書いた、職場を腐らせる人たち。で、ともかく、職場でこんなひどいパワハラにあったみたいなことが延々と書いてあって、その例が上がってるんですよ。で、この片田さん自身も、例えば企業好きのクリニックみたいな感じで、ね、そう、産業みたいな感じで、どんどん送り込まれてくるんで、はいはいはい、7000人の人を、診療したんだって。それはすごい。で、その人たちがなぜ苦しんでいるかっていうと、やっぱりモンスター上司とかモンスター同僚がうじゃうじゃいるのよ。で、それをテストケースに分けていって、こんな人がいると、職場が腐っていく、はい。そのモンスターの、まあ、なんだろうね、タイプ分けと、それに対してどう対処したらいいかってことがさっとまとまっている本なんですよね。もうね、途中でね、3分の1ぐらい読んで胸焼けした。ああ、これ、この後まだ続くのかしんどってなるぐらい、やっぱ今職場って大変なんだなっていうね。落ち込みますよね、読んでるとね。ブラックな現場にこういう人が一人いたらもう地獄になるね。これ、でも、ノアさん持ってるのと、5万部突破ってね。まあ、この間、生き延びるためのジムもそうですけど、やっぱり今、なんか、働くとか、その辺のが結構5万部ってこの時代売れてますよね。そうだね。やっぱでも、ワード、タイトルが上手くない？確かに。これ、あれ思い出すよね。ありましたよね。腐ったみかんがどうのっていうさ、箱の中に。金八先生の、周りも腐るみたいな話。でも実際そうなんだよね。で、この人たちがみんなさ、その自分の保身のためだけにこれが平然とできちゃうっていうのがすごくない？いやでも実際でも結構この、結局その、この例えば、根性論の完璧主義で、まあいろいろいると思うんですけど、この言ってる人、その加害者側の人には、結局話は聞いてないわけじゃないですか。だから本当に自覚があるかないかっていうのは結局わかんなくないですか？違う違う、自分は仕事一生懸命やってるんだって言って周りを腐らせるからモンスターなんじゃん。自覚なんて全くないよ。そうかな。自覚ある人もいると思うんだけどな。根性論で言ってる人で、ないな。自分で分かってて。分かっててやってる人。必要悪みたいな。そんなことないかな。でもどっちもあるとは思うけど、ただ自分のやり方が正しいと思ってるっていうのは間違いない。ああ、そっか。じゃあ。私は必要悪で悪いことやってますみたいな、そんな超賢い人なかなかいないから。じゃあ悪魔は絶対的に悪魔ってことなんですかね。迷ってるとは思うよ。で、エコひいきとかもしてると思うけど、ただ基本的に根性でやるんだよ、仕事は何とかっていうのを、根性論の人は言うと思う。逆にいるのか、今。たくさんいるよ。そこまで押し付けられるっていうのはすごいですよね。っていうか僕たち営業の現場とか行ってないからさ、営業の現場で売り上げノルマがあって、その1ヶ月の間で新規開拓を何件までしないといけないみたいなノルマがあるとかいっぱいあるから、僕たちにはそこは分かんないよ。でもそういう人たちはみんな根性論。っていうか、じゃあ僕もやって、やってた。やってた。僕もやってましたね、ノルマ制で。確かにその時はきつかった。死ぬかと思う。そう。でもそういう人たちって大体そうじゃん。お前の根性が足んないから成績上がらないんだって言うよね。もっと死ぬほど頑張ってるやつがいるぞって。私そこ3ヶ月でクビになって。そう。それは何？何の営業？ある電話会社のインターネット回線のテレアポ。別にある映画、電話会社がさ、NTT でもドコモでもいいんだけど、そんな名前だし全然問題ないよ。NTT。NTT、どこもやってるよね。フレンツ光、いろんなとこやってるじゃないですか。てかさ、本社でやんないで、そういうのみんな子会社にやらすよな。切り替えしませんかっていうやつで、まあ一日本当に何百件、300件、500件とか、電話リストがあって、その電話をかけ続けるんですけど、本当にね、マジで怒鳴られたりするんですよ。電話、またかけてきたんかみたいな。怒鳴られるやな、そりゃ。そう。だって押し売りだもんな。本当に電話押し売りだからな。上司はどうだった？上司で、それで、なんか、私結構その、熱い女だったから、いや、これはこうした方がいいんじゃないか、明日方がいいんじゃないか、みたいなことを、その、言って、友達とかにこう言ったりとかして、友達じゃないな、職場の人とかに言ったりとかしてて、そしたらなんかいつの間にかそれが、その上司とかになんか筒抜けになってて。あ、この本にある通りじゃん。ありましたね。いや、でも、ある意味私もそれって職場を腐らせるやつの一人だなと思ったんですよね。なんで？いわゆるその。改善点じゃないの？そう、改善点なんだけど、でもその根性論で成り立ってる、その会社の中に、根性じゃないんじゃないっていうやつは必要ないんですよね。
あこれ地獄では天使は悪魔ってことだな。そう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 。これでも格論だとね、まあ、俺も結構入りたいことあるからさ、うん、なんか結構多分本編でまたね、うん、いろいろ入ってった方がいいと思う。でもすごい、うん、すごい同意、なんか自戒も込めてというか、うん、読んでて、まあ、基本的にその職場を腐らせる人たちの被害者に当然話を聞いてるから、うん、そっちによるけど、これどっからどこまでがこう例えば自分も読んでてみたいなさ、加害者と被害者の線というか、両性、ね、うん、両方持ってるっていうところもあるし、うん、まあそれちょっと、ね、名はポジション的にそうじゃなくなったからね。そうそう。うん、ででも一個この冒頭でちょっとイラさんに聞きたかったんですけど、うん、ここに出てる、まあもうこれほとんどびっくりするぐらい、あのいい悪いというか賛否あるかなと思ったんですけど、個人的にはこれもうこの臨床例がほとんどじゃないですか。うん、もう第一章が8割みたいな、うん。だからまあそういう意味ではちょっともうちょっと具体的に知りたかったってもあるんですけど、ただその臨床例がこれだけある中で、こういう丸々な人ってここにありますけど、うん、こういう人っていうのはもうこの21世紀、この2020年代だけなんでしょうか。要は昔もいたんですよ。こんなの昔からいますよね。ですよね。だからなぜ今逆にこういうふうに本になってこういうふうになってきてるのか。だから昔より逆に目立つようになったからだよ、うんうんうん、昔は例えば軍隊とかだったらこれしかないじゃん、そうですね、お前の根性が足んないって言ってバーンって殴られるわけだから、うんうん、でもそれが当たり前ですよね。そうで、その場で例えばいじめ殺しちゃっても別に罪に問われないし、うん、自殺者が出ても平然としてるじゃん、うん、まあ、昔から警察や軍っていうのはそういうのが多いからね、うん、いじめ自殺ってすごくあるから、うん、でそういうのが今はいけませんよってなったから逆にってことですよ、ね、みんなが言えるようになったってこと、うん、で臨床例だよっていう話なんだけど、そりゃそうだよね、だって産業医だからさ、うん、それの話を聞いて、あ、そんなモンスターがいるんだ、大変だね、でもそっちには手を出せない、うん、なぜならうちの病院に来てくれないから、クリニックにっていう、うん、でそのみんなが苦しんでいる原因になる人がこうやって上がってんだよね、うん、いやでも恐ろしいよね。いますよね、でも いますよね、どこにでもいそうな感じの人たち、うんうん、この完璧主義なんかもね、うん、自分のやり方を人にものすごく押し付けて、うん、それがもうめちゃめちゃ細かいんだって、うん、でもこことかもなんか、うん、その自分が持ってる100点とか90点とか80点っていうのが、どこまでその人に強要していいのか、うんうんっていうのはすごく線引きが難しい。まあね、てか自分の100点が人の何点かも分からないしね。そう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 なんですよね。だからいい上司の条件がずれちゃうんだよね、やっぱね。要は完璧主義だったり自分と同じようにやれるように全員を育てるって無理じゃん。うん、無理ですね。でこの人だと抜けてるとこがあるんだけど、そこは見えてないから、自分は完璧だと思ってるんでそれを人に押し付けるので。なるほど、ね、なかなか恐ろしいよな。いや難しいな本当に。あとはこの部署にこだわりもなんか痛かったね。これ何でしたっけ、部署にこだわり。要は銀行の花形業務にいないんだったら自分は価値がないみたいなことを言って、うんうんうん、本当にそういう人いるの。いるいる、いるよ。だってできてないんだよ自分で。できてなくても分かってない。いや分かってないの。要はすごい人ってここにも書いてあるけど、うん、自己評価だけものすごく高いから、うん、できていない、自分がこうやって成績が上がらないのはあんたたちの指導の仕方が悪いとか、自分をもっといい部署につけないから力が発揮できないんだって平然と言うから怖い。てかそういう人はちょっと分かんないな。いやでもこんな人いっぱいいる。だって例えばさ、うん、銀行の場合はまあ融資家が花形だけど、例えばテレビだったら制作局に行かなかったら、うん、オリジナリティなんか発揮できないじゃんっていうふうに思い込んだら、うん、そりゃもう制作に行かさろうって言うよね、何にもできない人が、うん、でも自己評価だけはすごく高いので一流大学出てますみたいなことだけでもうプライド持っちゃってるから、これは痛かったよね。いやでもそこまででそれだけでプライド持てるっていうのもなんかどうなの？まあ世の中を知らないってだけなんだけどね。ただ人間って自分の中で本当はできないかもしれないっていう恐れがあると、逆に大学とかさ、生まれた場所とかにしがみつくんだよね。自分は何々生まれ、何々大学を出た、そこで出た成績に過去にしがみつくから今はもう怖くてしょうがないわけ。あれ周りは俺よりできるなって思ってるんだけど、それ言えないじゃん、うん、プライドだけで生きてきてるからね。やっぱ特に一流企業で厳しい部署に行った人はこれすごく多いよね、うん、でもこれはもっとなんかあれですね、なんかでもやっぱりまあノアさんもあるかもしれないけどさ、うん、てか巻き込むわけじゃないけど、やっぱり僕はなんかこれ、うん、被害者的なこともだけど、やっぱりなんか俺こっち加害者も危ねえなみたいなのがやっぱりあって、うんあねうん、でさらに自分の話になっちゃいますけど、いや僕ねだから会社員ダメだったと思う本当に。もう就職してすぐ全然実力ないくせに認めたくないですけど、今の話完璧主義で、うん、もう全然最初から先輩と同じように署名記事書けるわけないのに、うん、もう
いきなり書けない俺はみたいな。で、つまずいて、うん、で、しかも、なんかサッカーの記事書きたかったから、うん、最初、サッカー記事なんて書けるわけないじゃないですか、うん、新聞記者で。うん、で、札回りでもこの辺もなんか、別に、うん、俺は自信があるとかなかったですけど、うん、でもなんかその4とこの7ぐらい。4と7ぐらい。ぐらいでもう打つんだったみたいな。うん、だから、逆に、やっぱり会社じゃやっていけなかったです。でもさ、こっちこういうのないじゃん。人を見下すとかさ。いやなんか、部署の中で悪い噂とか。あるとか。いや、じゃあ、これ、早川さんわかんない。早川さんわかんないけど、うん、私も結構あるな。僕はね、いくつかあるんだよ。あ、わー、本当ですか？僕は、人を見下すわった。態度変えるわ。同僚を見下すんじゃなく、態度を変える。上司を見下す。あ、いいじゃん。それだったら私もあったな。あ、こいつ、うん、こいつアホだな、みたいな。クリエイティブディレクターとか名前言ってるけど、ほんとこいつアイディア、まあ、頭バカだな、できないな、うん。じゃあもう悪口もありますよね、今。バカだ。いや、言わない言わない。だって、悪口は、そこの若い奴全員が悪口したから、特別じゃない。それは普通なの。本当にできないでしょ。うまいな、実際。人を見下すだろ。うん、ストーカーはないよな。態度変えるもない。八つ当たりもない。うん。あ、でもこれはあるかも。言われたことだけする。あ、でもしっかりやってます。お先に失礼しますみたいな。そう。あ、なるほど。いや、でも本当に人の2人前ぐらいは働いてる。ですよね。だから言われただけかける2です。だからここは、こことここはあるな。だから洋服みたいにこの、完璧主義や部署にこだわりみたいなのはなかったな。根性論は全くないね。課題のノルマを人に課したこともないな。貸されてきたけどな、ずっと。ああ、ね、逆に。うん、ノアさんは？え、私ね、1、4、うん、人のせいにすらないな。あと13、うん、めっちゃ悪口言う。ねえねえ、1、4って完璧主義はどういう完璧主義だったの？なんかその、ルールが、ある程度のその、私葬儀の仕事をやってたので、お葬式って、ある程度のその進行のルールがあるんですよ。あるね。うん、で、うん、例えば、その、仏具を、事前に綺麗にしておかなきゃいけないとか、入った時に、まず挨拶をして何をして、仮をして、これをしてっていう、細かいその、そう、取り決めみたいのがあって、で、そのスムーズにその進行しなきゃいけないから、このやり方がいいっていう、やっぱ自分のやり方があったんですよね。それはさ、会社のマニュアルとはちょっとずれてんだ。ずれてたりする、やっぱり。なるほど、なるほど。そうなると難しいね。そうなんですよ。で、だけど、その会社のマニュアルより絶対こっちの方がいいって自分で思っちゃってるから、なんかそれをすごい人に許容したりとか、でもそこのお葬式の監督官はノアさんなんでしょ？そうです。別にもう一人担当者がいるんですけど、うん、その人は私に任せてくれるんですよ。あ、じゃあでもいいじゃん。勝手にやっといてって。うん、でもそうすると自分だけの時はいいんですけど、後輩がいる時とか、うん、あとなんかそう、仏具、服、綺麗さとか、うん、ここまだちょっと粉がついてるよみたいな、とか、なんかここ、なんか姑みたいな。完璧主義だ。そう。うん、あったりとかして、うん、まあ割と。で、根性論は言ってたの？根性論、私多分もともと体育会系だから、うん、多分じゃあもう後輩にはもっと頑張れみたいなこと言ってたんだ。でもやっぱり言われてきたんじゃないの？あ、でも人には言ってないかな。自分自身が結構根性論で、で多分でもそっちがあったのかも。人、こっちがなんで頑張れないんだろうっていう気持ちがあったのかもしれない。上司に対して部下に対して、ね、でも人に直接は出さないよね。ちゃんと自己完結してるよ。いや、多分出してたかもしれないですね。あ、そう。なんかやっぱ女、伝わっちゃうからね。そう、伝わっちゃうと思うんで、うん。そうかな。これ何でしたっけ？不和の種って。これはね、うん、要は悪い話や噂を散らばしにまくる。やだね。これを本当やられた私。これはあるよね。それで3ヶ月でクビになったのもなんて。不和の種をまかれて。そう、まかれて。なんかさ、まあ、種を作ったのこういう感じで攻撃する人が一番めんどくさいよね。いや、ほんとそうなんですよ。陰口であることないこと、噂、うん。誰と誰がなんとかとか。うん、人信用できなくなりますよね、本当に。うん。じゃあみんなあるんだ、なんか。いや、あるよ。一つや二つ、やっぱり。かけらとしてはあるかもしれないけれど、うん、それを例えば会社で仕事をするときのさ、ね、戦い方のメインの戦法にしてる人たちが、この人たち。ああ、僕たちはたまに、あ、ちょっと間違って気分で悪口言うときはあるけど、うん、それが状態で、それは誰かを陥れるためのものじゃないじゃん。この人たちはみんな、根底に悪意があるんで、うん、誰かを攻撃する、自分のライバルを蹴落とす、あるいは自分の好きじゃない人を自分のいる部署から飛ばすためにこういう投法を使ってるってことなんだよね。なるほどな。そっか、悪意があるかないかって大きな違いですね。うん、ただ、このパターンとかさ、このパターン悪意ないことが多いよね。純粋ですよ、あれ。純粋にね。だって根性がなかった、根性がなかったら仕事なんかできないんだって思い込んでるわけだから。あとこれもね。課題のノルマね、うん。これはもうみんな苦しいんだと思うんだ。特に、
そのバブル崩壊以降の日本の経済って伸びてないからさ、伸びてない中で、無理なのは無理ですね。そう、無理なノルマだけ出したって無理だからね。ね、現実を受け止めてほしい、本当に。うん、なんか、さあ、ということで、話がつきました。はい、今日ね、はい、仕事に関するね、質問もいろいろ来てますので、うん、そうですね。じゃあ、もう、働き方に関してはみんな、苦しんでることがすごくあると思うので、うん、本編の方ではそちらを、またしっかりと ね、はい、話をしていきたいなと思います。はい、じゃあお便りとご質問お願いします。はい、まずお便りからいきます。アイアイさん、20代の女性からいただいています。はい、第243回結婚離婚エピソード特集、楽しく拝見しました。面白かったね。あれ面白かったよ。その中で、うん、女性はどうして待つことをやめないのかという話題がありましたが、私は選ばれる女こそがいい女で、自分はいい女のはずだと思っているからではないかと思います。なるほど、それは目から鱗。確かに、うん、それはなんかいい女が言いそうなセリフ。私も以前はそう思っていましたし、友人が男性から一目惚れされ猛アタックされた後に付き合ったという話を、いいな、羨ましいなと思い聞いていました。うん、しかし年を重ね、それはほんの一握りのいい女とほんの一握りの運のいい女だけだと気づき、同じ職場の気になる男性に自分からランチに誘いました。なるほど。はじめは勇気が出ず、彼の部署まで行っても声をかけられずに帰る日が何日も続きましたが、いい話で、このまま声をかけられなかったら、いつか絶対に後悔する気がしたので、勇気を振り絞り声をかけました。うん、その後、その彼から告白され、さらに2年後にプロポーズされ結婚しました。すごい。もし気になる相手がいる人がいたら、ぜひ勇気を振り絞って一歩踏み出してほしいなと思います。これね、本当にそうで、うん、今 AV で何が一番流行ってるか知ってる？何それ、知らない。AV から来ると思わなかった。男性ものの AV も圧倒的に受けで、うん、要は知女にあれこれされる。なるほど。で、自分はマグロっていうのが一番の流行のブームなの。要するに熟女もの、知女もの、経験豊富な人にあれこれされる。知女に知女られる。うん、知女に知女られる。要するに男も街で、で、女の子用の AV ってあるじゃない。うんうんうん、あれもスマホでかなり流行ってるんだけど、うん、そっちも基本全員待ちなの。要するに男も女も待ちになってるから、今の日本のこの厳しい少子化の状況があるわけだから、本当に自分から行った方がいい。そうなんだ。男の人もみんな待ってるから、女の子行けば落とせるよ。逆にチャンスですよね。そう。自分よりちょっとこの人、スペック高いよなぐらいの男の子にバンバン行ってみ、落とせるから簡単に。みんなウェイティングってことか。そうなの？そう、男も女も待ちなのよ。そっか。そう、だから誰かに何かしてもらうのを待って、いいね、一生待っているっていう。でも我々今フリーだったら、ちょっと残念だよね、いい時代ですよね。だから逆に残念ですけどね。うん、皆さんぜひ行ってくださいね。そう、だから本当に行った方がいいですよ。できるかもしれない。はい。じゃあ次。質問です。おもちさん、23歳女性の方からいただいています。はい、こんにちは。私は石平さんの作品を中学生の頃に図書館で借りて読んで以来、10年近くずっと追わせていただいています。お、ありがとう。相談があります。はい、私は大学を卒業後、新卒で入社した中小企業を半年で辞めました。うん、飲食店系と流通系の業種で、典型的な地方の一族経営の中小企業でした。うんうん、社長とその妻であるマネージャーの権力が強く、パワハラ体質で若い社員がほぼ全員3年以内に辞める環境でした。ボーナスはなく、手取りは15万円ほど。最終的に社長と大喧嘩し、他の幹部の前で怒鳴られ、私はマネージャーにも切れて、最悪の関係のまま挨拶もせずに辞めました。うん、いいじゃん。会社を辞めたことに後悔はありませんが、もう一度どこかの会社に正社員として入ることは躊躇しています。うん、退職金も貯金もなく、一人暮らしをしているため、長い間休むこともできません。現在は週4でアパレル店員のアルバイトをしながら、大学の頃から続けていた副業のイラストレーターの仕事や、デザインの知識を生かして在宅で友人の仕事を手伝うなど、細々と収入を得ています。うん、手取りは正社員時代より少し多いか、月によってもっと多い時もあり、充実していますが、この状況が今後も続くか分かりません。うん、ただ将来のことを考えると、フリーランスとして続けて収入を伸ばす覚悟はまだなく、会社員として働く人たちを見ると、大きな仕事をチームで進める感覚や信頼できる上司がいるのが羨ましいと思うことがあります。うん、前の会社が機能不全だったこともあり、働きづらい会社が多い中で、自分はそれに耐えられないと感じています。うん、皆さんもの話を聞いても、会社で働くのは簡単ではないと感じます。10年後20年後を考えた時に、お金に困らず充実した仕事をしていたいのですが、23の今からバイトやフリーランスで働き続けるか、もう一度会社に入るか、これからの労働社会を鑑みて、どのように考えていけばいいでしょうか。これさ、
答えがないのよ、うん、要するに10年後の社会がどう変化してるかがわからないから、うん、ただ方向性としてはそのクソ会社辞めて大正解だよ ね、うんうんうん、それと今その頃より稼げてるでしょ、うん、なのでそっちの方向で伸ばすのがいいんじゃないかな、うん、だからそのイラストの仕事をデザインの仕事の力をどんどんつけながら頑張って本当にしんどくなったら最後の逃避行として派遣だったり正規で逃げる、ただ景気良くなったらまた辞めてフリーランスでデザイナーイラストレーターに戻るっていうのを繰り返していいと思うよ。うん、だからおっしゃる通りでここにもありましたけど、その覚悟すべきかみたいなありましたけど、うん、ある意味個人的には覚悟別にしなくてもいい。そうそうそう、ね、流されるままでいって、うん、でただ大事なのはその実力をつけるべきってことだよね、うん、であと今23でしょ、で仕事はまだ始まったばっかりでそんな広がってないじゃん。でも何年かやってるとね、人間関係が広がってどんどんいろんな関係ができてね、声かかるようになるのよ。それおっしゃってますよね。ものすごく力があるってんじゃなくて、うん、そこそこかけるぐらいの人でもできるようになるから、うん、なんか顔を広くしてさ、いろんな人と付き合って声がかかる元のラインを増やせば全然いけると思うけどね、うん、今地方でそれだけ稼げているなら、うんうん、だから今のままでステイして頑張ってイラストとデザインの腕を磨くのが一番いいんじゃないかな。いいと思いますよね。そうで、何か本当に大不況みたいになったら逃げ込もう、派遣社員とかに。うん、逆に僕からしたらこれだけ若くてね、ちゃんと会社も勤めてていろいろ心配されてると、なんか自分が心配になってくるよね。覚悟もしてないし常に将来見えないよっていう、だから分かんないですよね、うん、でもね、気持ちは分かる。ソロワークじゃん小説家って、うんうん、だから次にもし生まれて仕事をするんだったら、なんかやっぱ映画とかドラマの現場でその集団でグループワークしてみたいなと思うよ。クリエイティブのグループワーク。でもやっぱりクリエイティブなんだね、うんうんうん、だってつまんないからね、なんか物売っても、うん、まあね、うん、そっか。いやでも気持ち分かりますな、本当に、うん、本当だよね、うん、女性だから余計なんかその、うん、やっぱ会社に勤めてないくって、うんうん、一人でやってるって何の後ろ盾もないっていうか、そうだね、結婚できるかも分かんないし、うん、だってまた再就職って言っても、うん、女性ってやっぱちょっと難しいのかなとか考えちゃうし、う、地方都市っていうのもない、うん、特にクリエイティブな仕事でイラストとかデザインの仕事で地方都市だと天井があるじゃん、いくつかも。やっぱ東京とかだとね、うん、うまく当たれば果てしなく伸びられるけど、うん、地方都市のイラストレーターとかデザインだとまたね、確かに、うん、仕事が広がらないからね、あともその人脈でここで固定みたいな、うん、だから関係性の中でみたいな、どれぐらいの地方なのか分かんないけど、うん、近場の大都市あるじゃん、例えば名古屋とか大阪とか、うん、まあ、東京でもいいんだけど、そういうところの仕事のつてもちょっとずつ当たってったら、うん、そうですね、うん、で無理に営業なんか一切しなくていいから、うん、仲のいい友達に何か知ってるところでそういう地の方での仕事ないか聞いてみるぐらいのことでいいから、うん、紹介で仕事するのが一番多い業界なので、うん、こっちは、うん、確かにそれはやっといた方がいいかも ね、うん、ね、でも今の方向性で間違ってないと思う、うん、はい、文章を読んでてすごいなんか賢い人なのかなって、優秀な感じで感じしますよね、なんか、うん、応援してます、はい、応援してます、はい。さあということで、この後ね本編で、続きようと思っていますが、その前に番組からお知らせです。イラさん1年に1回IWGP 新刊が、あ、そうですね、はい、もう秋になったので出ます、はい、全然宣伝しないんですけどこれ20作目ですね。そうだね、はい、うん、男女最終戦争っていう読み方で合ってますか。合ってます、はい、ウエストゲートパーク、20ということで、まあ、これはもう要するに今の時代があまりにもこう男と女の体制がひどくなって、うん、でまあ要はインセル、童貞を売りにしている若手芸人が大人気になり、うんうん、その人たちのところに集まっている人たちの中から、うん、もしかしたら、フェミニストに硫酸をかけて回っている危険なやつがいるんじゃないかというのを探し始めるんです。あ、もう読みたい、読みたいですね。ということで、はい、9月24日かな、うん、頃に発売だと思いますので、ぜひ皆さんお求めいただきたいんですが、合わせてですね、純駆動池袋本店9階でですね、10月11日に、サイン会が、あるそうです、うん、はい、現在もう申し込み受付中で10月11日まで受付中です、定員達し次第受付終了ということですので、うん、ご興味の方はぜひお早めにチェックしてみてください、はい、はい、ということで、大人の箱ラジオ、この後本編続きは4通りご視聴方法がございます。YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、audiobook.jp、Apple Podcast、いずれかの方法でご視聴いただけたらと思います、はい、こちら概要欄をご覧ください。それでは本編で、はい。